ビジョン殺しが見える女は2012年7月5日から読売テレビ制作日本テレビ系列の木曜ミステリーシアター枠で放映された日本のテレビドラマ殺人の映像が見える特殊能力を持ってしまったモデルが休職中の刑事と共に難事件を解決していく姿を描く毎回一つの事件の捜査を読み切り形式で追いつつヒロイン レイナの謎に包まれた過去も暴かれる連続ドラマの要素を兼ね備えた本格派ミステリーサイコサスペンスである。山田優は崖っぷちのエリーこの世で一番大事な金の話以来2年ぶりの連続ドラマ主演となる。キャッチコピーは犯人がこの女の脳に現れる。五感で捉えたものを現実リアルとすることが誤解を生み、人は現実 リアルを捉えられないままに生きているとあるバーで、禁親中の刑事、浅野一馬は、プラチナ詐欺グループに、犯行写真を買い取る取引を持ちかけていた。同じ頃、別のテーブルで、仕事の打ち合わせをしていたモデルのクルスレーナと、マネージャーの新松港、輝きのもとへ、モデル仲間の朝倉マリアが仕事を横取りされたと、乱入し、レーナと言い,い争いを始めてしまう。そこへ、 詐欺グループの主犯、北川忠介が現れ、レーナに、クリスティーナと声をかけるが、レーナは、北川と会ったことも、クリスティーナと呼ばれる覚えもなかった。その後、詐欺グループのメンバーが遺体で発見され、レーナにだけ北川の姿が見えるようになるが、北川の額にはなぜか銃弾の跡があった。上司の先坂義雄から、詐欺グループと同じ店に居合わせ、北川との接触があった。 レーナの監視を依頼されたカズマは、レーナに起きた現象を当初信じていなかったが、レーナを通して北側に指示された場所から、詐欺グループの別のメンバーの遺体を発見したことにより、レーナと行動を共にするようになる。ありがとうございます。